<laughs> 歌えないから、うん、そしたら佐見 <laughs> さんちょっとねお腹の具合があんまりよろしくなくて体調がね何か,か,、ね、か風合いなのかがよくわからない、うん、熱が出たんだもんねだって、ね、そうただ体調が悪いっていう <laughs> なんか今日の朝ごはんは「ポカリスセット」と「バナナとヨーグルト」そうヨーグルトはまだ開けられてない、はい、病院 うん、<laughs> 病人食食で <laughs> 今日はヨーグルト食べちゃってねもしも本番中に何かがあったら大変いな。思ってさっき終わったから調子に乗ってバナナ全部食べたらちょっと胃がキリキリするっていうので「<laughs> キリキリバナナ」って言ったらみっちゃんが「どっちでも入っていいよ」って言うから「<う>ラストサムライ」よりも「キリキリバナナ」を選んだっていうことですね。<laughs> <laughs> さて えー、ラジオネームゆめずきんちゃんが皆さん泣きそうで泣かないパターンが多かったですねそうだね、うん、番組終盤に出た鹿児島の「チラン特攻記念館」は実際に行ったことがありますが、うん、もうあそこの中の世界はいまだに戦争の空気なんです、うん、親や知り合いに向けた遺言書などが数多く残されておりそれを読むだけで涙が止まりませんある意味どんな映画よりも強烈な場所だと思います、うん、ということで特攻隊 がテーマの舞台を見て、うん、もうそれこそ、もうぐっしょぐしょになって帰ってきたっていうね。うん、あの出てるのが私のせ、まああの小川桃子さんが出てた舞台で見に行ったんですけど、うん、さ挨拶に行くじゃない、うん、<laughs> もうタオルを顔に押さえながら、すごく良かったですとか言われ 挨拶したのを覚えてるもう本当にたくさんの方の犠牲があって今の幸せがあるんだなっていうことをね改めて深くねってたもうさだって交代なんてさね<え>それこそもうねもう死んでしまうこと覚悟で出ていくわけじゃない、うん、いやもう,やもうなんかそういう覚悟を常に持ってるって 持って、うん、たってすごいことだよねそうだよね、うん、だって下手したら私たちより若い世代の子たちが若いよ全然そうだよね、うんうん そうやって命を落としながら、うんね、もしかしたら10代とかかもしれないし、ね、もうだって心のよりどころはただもう自分たちの家族を守りたいとか、うん、愛する人たちを守りたいっていう気持ちで飛び込んでいくっていう、うん、もうね,うね本当あなたは命かけられますかって思うよね,よね、うん、やっぱりそういうのをう見たり聞いたりするとね、うん、でも現実にあったことだからね、うん、やっぱりちゃんと映画 だとしても事実を知るっていうのはすごく大事なことよね、うんうん、さあこちらもいただいてます、はい、ラジオネームちゃんまろさんありがとうございます,いますみっちゃんさんみ本放送お疲れ様でしたさて本放送で断念したタイタニックの話なんですが、うん、タイタニックは私が生まれて初めて映画館で見た洋画でした、うん、思春期のちゃんまろはひとしきりベロンベロンに泣いた後、うん、ひどいショックを受けそのまま母の後を追うようにリカプリオにどっぷりはまり込んだんです <laughs> 母が集めた映画雑誌 読み漁り、うん、できたばかりの夢タウンにディカプリオが来たらなんて挨拶しようと日常英会話を勉強しまくりましたそうなんだすごいね<ー>ただ母は私以上にヤバいハマり方をしていました、うん、レオ様が見てるから見にくいままではいられないとかなんとか言って、うん、なんとタイタニックの公開中に大幅なダイエットに成功、うん、えー、すごー <laughs> 中学の三者面談で母が校舎に現れた時、うん、先輩が何あれ誰のお母さんめちゃくちゃ綺麗なんだけど 騒いでるのを見て、うん、私はとうとう私のお母さんということができず心の中で泣きましたなんで泣くのえ言えばいいんじゃんあれからもうすぐ20年今でユリアンレトリーバーを見ながらゲラゲラ笑っている最近の母に教えてあげたい中一の苦い夏の思い出でした <laughs> <laughs> お母さんの思い込みよすごいね <laughs> すごいねネオ様が見てるからって公開中にダイエットする 映画の公開中にダイエットするっていう。素晴らしいダイエット法だね。すごいね。ユリアン・レトリーバーも面白いよね。英語の発音がやったらいいですよ。あの、私さ、なんか賞をもらって、スピーチする女優さんの前にするネタ知ってる。知らない。あほ。あほって言えないの。言葉に詰まって言えない。それだけなのそう、ずっと。ずっと、なんか喋り出そうとするんだけど。 っていうのをやるっていうね、えー、ネタがすごく面白かった <laughs> そしてラジオネームただの勇者拓三さんありがとうございます,います、えー、一生遅れになりましたがローソンでからげくん、うん、会心の一撃味食してまいりましたもちろんレベルアップもしました、うん、結構なボリュームでお腹周りもレベルアップしそうですが <laughs>

チャレンジャーにチャレンジャー持ってんの <laughs> 特にアイスクライバーが好きでしたカセットの裏をフーフーしたことが懐かしない <laughs> 本当だよねそう、えー、クラシックミニはカセットささないからフーフーしないのよ <laughs> あーそっかそうそう内蔵されてるからねゲームがいやチャレンジャーにチャレンジャー <laughs> <laughs> やりたいもうチャレンジャーが大好きおさびさんすごいやりたい <laughs> チャレンジャーはさすがにね、内蔵、えー、されてなかったよ。されてないどっかできないかな、<laughs> チャレンジャー。そしてこちら。本放送お疲れ様でした。清く正しくいやらしくで前回ラリオさんから母さんと呼ばれたジョンジョンジョージーです。<laughs> するならつける、つけなきゃできる、つけなきゃダメ、絶対。と、8日目のセミを見て改めて思う <laughs> 今日この子。そうね、うね大事だね。 さて、先日からラブサタでも話題に上がっている、デカラーゲくん会心の一撃味、うん、無事レベルアップしました。うちの嫁さんが。<laughs> 前回のホイメ味では、売っているローソンが近くになく、うん、レベルアップをし損ねてしまいました。うん、またあの企画やってるんだって、と嫁さんと話をした数日後、うん、例の唐揚げくんあったよ、と見つけた嫁さんが買って帰ってくれました。うん うん。買って帰ってくれたのは嬉しい。嬉しいんだけどね。会計した時のあの効果音聞かなきゃこのイベントの楽しさ半減してしまうんだよ。と、複雑な気持ちの僕はレベル1のまま唐揚げくんは家族で分けて美味しくいただきました <laughs>。ハワイでお母さんに帽子を買って帰ってもらったのに希望したデザインは売り切れで代わりにお母さんが買って帰ったデザインが完璧だったサミーさんもこんな気持ちだったんでしょうね。 引き続き、キャンペーン中のレベルアップを願い、から <laughs> げくを求めております。レベルアップできるかなって <laughs> 奥さんかわいいな。違うって言いたいよね。<laughs> 違うんだっていう。これ、これはね、違うんだよ。うん、唐揚げくんが食べたかったわけではないみたいな、ね。<laughs> <う>いや、食べたいんだけど、うん。その場にいなきゃダメなんだよっていうことだよね。ね、うん、そして、あさみさん、八木アナに続いて藤原アナまで味噌パンが別の意味に取られず、うん、少数派みたいになっているみっちゃん。大丈夫。僕はみっちゃんと同じく、あちらの意味も連想しました。うん。うん 味噌パンで別のものを連想するのは少年の心を忘れていない、うん、ということでしょう <laughs> <laughs> そうだなやっぱ少年なんだな<ー>私は男の子はこの手のネタが大好きですから、うん、こちらの味噌パンだと大爆笑間違いなしです、うん、ということでみっちゃんは少年の心を持った女性なのでしょう <laughs> トムソーヤだねトムソーヤだね、うん、そういつまでも持ってるから <laughs> そういえば我がが家には毎日味噌パンを作っていいる小さな職人がいます、うん、ちょっと前まで原材料がミルク100% <laughs> 期間限定の白味噌を作っていたんですが、うん、期間終了の今では材料が一般のものが混ざってきて合わせ味噌に。 匂いもすでに一般のお味噌とわからないものになってしまいましたあさみさんもはなちゃんで経験あるでしょうが期間限定のあの白味噌ってそんなに嫌な匂いしませんよねそうなの我が子の成長が実感できて嬉しい反面、うん、あの匂いの頃は戻らないと思うとちょっとだけ寂しくもあります本日のカミスマコーナーにてニューヨークおめでとうございますありがとうございますあうそのちょっとねご飯みたいな匂い あ、そうなんだ。炊きたてのご飯みたい。なまあ、うん。そうね。よく言えば。うん。<laughs> <laughs> そんな別に臭いって感じではない。今はもう臭いっていう感じ。<laughs> もうしか、今、今日大変だからね。はい、う、ん、うんこオンカーペット,ペットだから。<laughs> 主人から l i n がはいそう花ちゃんがね花ちゃんがもうすでにおな壊して急性胃腸炎でお腹壊してましてもうすごいです音が大変だなブリブリブリって言ってちっちゃい子のさあのしてる姿ですごい可愛いんですよねっそうって言ってなずっと。 <laughs> 急にさ、蓋遊んでたのにさ、立ち止まってさ、顔すっごい真っ赤になって。 すごいい可愛んだよねそして、えラジオネーム、海賊あさみさん、ラジオネット妻を海賊あさみさんです。ありがとうございます。先週のラブサタ、またまたみっちゃんがあさみさんの味噌パン攻撃にあってしまいました。海賊あさみにも責任がありますので、久々に職場リサーチをしてきました。海賊あさみの職場、女性10名にリサーチ。年齢30から45歳まで、味噌パンといって想像するものはと聞いてみた結果。 食品の味噌パンと想像した人3名、うん、衣類を想像した人7名ほら、うん、結果オパンティーを想像する人が海賊あさみの周辺では多かったですこの質問を聞いた瞬間に顔がニマッとすると、うん、確実にオパンティー派だとわかる楽しいリサーチでした。ということで <laughs> 別に攻撃をしたわけじゃない。<laughs> いやまた爆弾落とされたでもね藤原さんにはそういう想像は私はして欲しくなかったそうだねだからあのほっとしたでもだほらそっちの方が少年の心を持ってるから別に少年の心を持ちたいわけじゃないかでもほら今うんこドリルって流行ってるじゃんえそんなのあるの知らないのうんこドリル知すっごい流行ってるよ今え知らない子供たちはこぞってこう解いているドリルですよ感じの 感じのえ知らない本当全部うんこに例えてんの例題があそういうこと感じの問題だけどえ知らないのそんなのあるんだうんすごい面白くていやでもこれ男の子がやっぱりやるのかなあんまりおかしいな少年の心を持った女性みたいな それはね、確かにねみっちゃんは今もう大人だから <laughs> でもねちょっと嬉しいな少年の <laughs> 嬉しいのそうトム・ソーヤでいたいよ <laughs> そうだねトム・ソーヤうんこあ本ほんとだこれ今ね今うんこドリルの多分これはホームページかな、うん、出てるんですけど例題とかがお子さんがいる人は知ってるのかなんあそうかもしれない,、ね、いでもニュースでもすごいやってますよ<あ>今そうなんだそうなんだ、うん、えっ、ー、と うんこを表す記号を考えましたとか、<え>で記号の「号を書きなさいっていう。あそ,ういうそ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 う。月間うんこの四月号で、僕のうんこが紹介されているとか。<laughs> 全部そっちなんだね。そうそうそう。全部なんからうんこになってんだよね、例題が。<laughs> でも確かに子供たちは楽しいかもしれない。すごい面白いみたいよ。好きだよね。これでそう漢字のレベルがアップしたっていう子が結構多いみたい。うん そうなんかものは考えようってことだよね,ねそうだ,だからいかに興味を引くところに焦点を当てたかってことだねかすごい上手だなと思ううんすごいな <laughs> そしてこちら、はい、ラリオさんです味噌、はい、パンは群馬県の特産みたいですよ <laughs> だって映画といえば実は私はほとんど映画館で見ることはありません、うん、というか映画館で上映されていない作品ばかり興味が湧いてしまうんです、うん、まあそもそも映画館に行くとなるとチケットが余ってるからと誘われたり逆によからぬことを考えつつ女の子をデートに誘う口実に使うくらいですけどね、うん、ラストサムライもクレヨンしんちゃんも後者でした、うん、<laughs> 女の子と見に行ったの、ねうんだねそんな私が好きなのは洋画のサスペンスもので、うん、特に俗に言う B 級と呼ばれる作品 です。うん、そんな私がお二人にぜひ見てもらい感想を聞きたい作品があります、うん、ウォーキングデッドの人間の怖さに夢中になると豪語するアサミさんにはバイプッシュですバイプッシュトゥルースオアデアあーそうじゃない <laughs> そうじゃないうん。このトゥルースオアデアミスツデスゲームという作品 これは30年以上生きてきて一番ハマりました。<ー>もっとメジャーな作品だと、チェンジリングやメメントなんかも好きですが、個人的には足元にも及ばない感じです。サスペンスやミステリー系の映画は随分見ましたが、お二人がこれはと思える洋画のサスペンスやミステリー系の映画がありましたら教えてください。余談ですが、海外の女優さんならペネロペクルス、国内の女優さんなら長崎ひろみさんが空前絶後、超絶怒涛にタイプです。イエーイそんだけです <laughs> いうことで 言いたかっただけでし <laughs> <laughs> サスペンスやミステリーって意外と私見ないんだよなあみっちゃんだってラブコメ好きだもんねラブコメが大好きラブストーリーとなんかこう親子ものとかが好きへえー、面白いんだへえ<ー>怖くないならいいんだけど <laughs> 怖いんじゃないこれ怖怖いいかななと<ー>とちょっとな ねえいやー本当ウォーキング・デッドは、ね」は面白いですけどなんか本当に、なんか人間の怖さっていう感じがあるから私そういう心理的なもんいやーでも心理どうなんだろうウォーキング・デッドって心理なのかなまあ心理戦だよねそうだね人間の心理戦だよねそうだよねでもだからかそのあさみさんにはバイプッシュだから、うん、もうすごく心理戦のゲームなんじゃないこれ。うん そうだんじゃあちょっと見てみますねえいや今日も今日もんか見たい映画いっぱい出てきたねえ本当に出てきましたね見てるものもあったけどもうね全然話変わるんだけどすごい先週からみっちゃんに伝えたいことがあってうちの主人が鼻歌歌ってたのねこの間ラジオ終わり家帰った時にで僕聞いたら「 Oh, my, 裸のがっ鏡。<laughs> 裸って言ってる <laughs> 裸、裸し裸じゃ。裸じゃなんか意味が変わってきてる。<laughs> 裸じゃだいぶ意味が変わってきてる。そうそうなの。あやべ、俺なんか、裸って言ってたわ。<laughs> それはちゃんと裸足だと分かっていたことらあいんだけどなんか間違えて裸で歌っちゃってたんだって気づかず心理的なものだったのかな何かが出てきたのかなそのなとに「太陽の小鉢」ってあるじゃん「演んじゃ」ってあるでしょでもねなんか違うの聞いてたらよくよく聞くと「太陽の小鉢」えっちょっと待って 太陽の小鉢って太陽の小鉢って言ったったら、うん。っていうか、え、本当に言ってるってうん。え,え、小鉢じゃないのっていう。いや違う。小鉢だよっていう。<laughs> そっちは本気だったそれは本当に知らなかったみたいな。そら耳だね。太陽の小鉢だと思ってたみたいな。 だって意味わかんないじゃん、太陽の小町、ま。太陽の小町エンジェルもちょっと意味わかんないけど。まあ、そうだけど。<laughs> まださ、わかるじゃん。<laughs> 小町。いや、これはね、本当におかしかった。いや、空耳にもほどがあるね <laughs> <laughs>。歌詞を見ないからね、<う>きっと。そうだよね。うん だから耳で聞いてそのまま覚えちゃったんだねでも最近のさ多分子たちも多いんじゃないだからダウンロードするからさ歌詞を見ないで覚えてて空耳してることがもしかしたらあるかもしれないそうだねそういうのはすごい面白いなと思った天然だよねねいやこう裸ってね 意味変わってきちゃうからそうでしょ裸だと。裸の女神はちょっと、ね、いい曲なのにそうだよ <laughs> いやでもこれはみっちゃん伝えないとと思ってね傷を隠さないでいいよって確かに隠してないよね <laughs> 裸だ隠してない <laughs>